外書第一章ダリオス王の2年6月その月の1日に主の言葉が預言者ハガイによってシャルテルの子ユダの総督ゼルバベルおよびヨザダクの子大祭司ヨシアに臨んだ。万軍の主はこう言われる。この民は主の家を再び建てる時はまだ来ないと言っている。そこで主の言葉はまた預言者ハガイに臨んだ。主の家はこのように荒れ果てているのに、あなた方は自ら板で張った家に住んでいる時であろうか。それで今万軍の主はこう言われる。あなた方は自分のなすべきことをよく考えるがよい。あなた方は多くまいても取り入れは少なく、食べても飽きることはない、飲んでも満たされない、来ても温まらない。賃金を得てもこれを破れた袋に入れているようなものである。万軍の主はこう言われる。あなた方は自分のなすべきことを考えるがよい。山に登り木を持ってきて主の家を建てよ。そうすれば私はこれを喜び、かつ栄光のうちに現れると主は言われる。あなた方は多くを望んだが、見よ、それは少なかった。あなた方が家に持ってきたとき、私はそれを吹き払った。これは何故であるかと万軍の主は言われる。これは私の家が荒れ果てているのに、あなた方はおのおの自分の家のことだけに忙しくしている。それゆえあなた方の上の天は露を差し止め、地はその産物を差し止めた。また私は地にも山にも穀物にも新しい酒にも油にも地に生じるものにも人間にも家畜にも手で作るすべての作物にも日照りを呼び寄せた。そこでシャルテルの子ゼルバベルとヨザダクの子大祭司ヨシュアおよび残りのすべての民はその神主の声とその神主の使わされた預言者ハガイの言葉とに聞き従い、そして民は主の前に恐れかしこんだ。時に主の使者ハガイは主の命令により民に告げていった。私はあなた方と共にいると主は言われる。そして主はシャルテルの子ユダの総督ゼルバベルの心とヨザダクの子大祭司ヨシュアの心および残りのすべての民の心を振り動かされたので、彼らは来てその神万軍の主の家の作業に取り掛かった。これは6月24日のことであった。ハガイ書第2章。ダリオス王の2年の7月21日に主の言葉が預言者ハガイに臨んだ。シャルテルの子ユダの総督ゼルバベルとヨザダクの子大祭司ヨシュアおよび残りのすべての民に告げて言え。あなた方残りの者のうち、以前の栄光に輝く主の家を見た者は誰か。あなた方は今この状態をどう思うか。これはあなた方の目には無に等しいではないか。主は言われる。ゼルバベルよ、勇気を出せ。ヨザダクの子大祭司ヨシュアよ、勇気を出せ。主は言われる。この地のすべての民よ、勇気を出せ、働け。私はあなた方と共にいると万軍の主は言われる。これはあなた方がエジプトから出たとき、私があなた方に約束した言葉である。私の霊があなた方のうちに宿っている。恐れるな。万軍の主はこう言われる。しばらくして今一度私は天と地と海と乾いた地とを振るう。私はまた万国民を振るう。万国民の財宝は入ってきて、私は栄光をこの家に満たすと万軍の主は言われる。銀は私のもの、金も私のものであると万軍の主は言われる。主の家の後の栄光は前の栄光よりも大きいと万軍の主は言われる。私はこのところに繁栄を与えると万軍の主は言われる。ダリオスの2年の9月24日に主の言葉が預言者ハガイに臨んだ。万軍の主はこう言われる。
立法について祭司たちに尋ねて言え、人がその衣服の裾で聖なる肉を運んでいき、その裾がもしパンまたは厚物、または酒、または油、またはどんな食物にでも触ったなら、それらは聖なるものとなるかと。祭司たちはならないと答えた。ハガイはまた言った。もし死体によって汚れた人が、これらの一つに触ったなら、それは汚れるか。祭司たちは汚れると答えた。そこでハガイは言った。主は言われる。この民もこの国も私の前ではそのようである。またその手の技もそのようである。そのところで彼らの捧げるものは汚れたものである。今あなた方はこの日から後のことを思うがよい。主の宮で石の上に石が積まれなかった前、あなた方はどんなであったか。あの時には二十マスの麦の積まれるところに行ったが、わずかに十マスを得、また五十桶を汲もうとして酒舟に行ったが、二十桶を得たのみであった。私は立ち枯れと鎖穂と瓢を持ってあなた方とあなた方のすべての手の技を打った。しかしあなた方は私に帰らなかったと主は言われる。あなた方はこの日よりのち、すなわち9月24日よりのことを思うがよい。また主の宮のもとを据えた日から後のことを心に留めるがよい。種はなお納屋にあるか。ブドウの木、イチジクの木、ザクロの木、オリブの木もまだ実を結ばない。しかし私はこの日からあなた方に恵みを与える。この月の24日に主の言葉が再びハガイに臨んだ。ユダの総督ゼルバベルに告げて言え、私は天と地を振るう。私は国々の王位を倒し、異邦の国々の力を滅ぼし、また戦車及びこれに乗る者を倒す。馬及びこれに乗る者は互いにその仲間の剣によって倒れる。万軍の主は言われる。シャルテルの子、我がしもべゼルバベルよ、主は言われる。その日、私はあなたを立て、あなたを印象のようにする。私はあなたを選んだからであると、万軍の主は言われる。